Heroes。 ハンクさんのお家がね、一軒家でしたけどもね、ナッシュビルでちょっと山手でしたけどもね、これお庭どれぐらいあるんですって聞いたらね、そうやね、まあ、見えるとこまでかねとかって言ってました見えるとこまでかねって言ってましたね。だから夜遅くなると鹿が出てきたりするんだそうです、ね、アメリカのやっぱり広さですよね。でケンタッキーに一緒にご一緒してて、楽器屋さんでセッションしてて、なんかこう遊んでた、車置いてきた、そしたらね、ここからハーモニカを持ったおじさんが出てきて、合わそうとするわけです。私に合わそうとする。ほんでなんかこうこうするってやり始めるまあ、えらいことになってきたなと思ってたわけ。そうするとなんかね、向こうからまたおじさんがやってきて、このかかこのかかこ合わせ始める。それでね、結局ね、ギターがもう一人入って、で、フィドルが入って、で、あのハーモニカ、ブルースハープが入って、そんな4人で30分ぐらい演奏したんですよ。その中のね、フィドルが入ってたおじちゃんが、あ、俺も帰らない、よかったらお前今晩うち来ないかって来い、で、一緒にやろうよ、一緒にこんなことして遊ぼうって言われてね。いや、僕はあの明日もメンフィスへ行くから、メンフィス行かない。